ナノセカンド葵は腰の両作の漫画ナノセカンド葵を原作とするフジテレビ系列のテレビドラマ全11話が放送された主演の石原さとみは民放の連続ドラマ初主演である2006年1月10日から3月21日までフジテレビ系列にて毎週火曜日21時21時54分放送また連続ドラマがファンや 医療関係者からの高い反響や指示を得たことから2006年9月26日21時23時18分に続編としてスペシャルドラマナノセカンド青いスペシャル桜川病院最悪の日がフジテレビ系で放送された季節は秋ミソラ青いが勤務する桜川病院の秋の人事堂によりナースセンターには新人看護師佐々木アミラが配属され青は プリセプターとして、アミラを指導する立場になっていた。そこに、アメリカの ER の出身で、高木玄太と同じ循環器専門の凄腕医師、夏目明が伊豆立てる、総市長に引き抜かれて赴任してくる。夏目の科学的根拠に基づいた、アメリカ流の医療スタンスに、高木をはじめ桜川の面々の心は揺れる。だが、このような夏目のスタンスには、過去のある、 苦い経験が元になっていた。そんな中、老人患者、花村が待合ロビーで突然不正脈を起こして倒れ、一時は回復するも、その後地方に似た症状を示すようになる。葵たちは、ハムご飯以外の意思を伝えない、花村の看病に苦慮する一方で、出口ばかりを気にする花村の真意を見抜けない日々が続いた。数日後、 すっかり憔悴しきっていた青の元に、腹痛や下痢を訴えた食中毒患者が続々と運び込まれて病院は大混乱に陥る。混乱は救命出身でノウハウを身につけていた青や駆けつけた桜川の面々の迅速かつ的確な対応により収束に向かう。そんな中、病棟の見回り番だった美が病室で寝ていたはずの花村が、 病院から忽然と姿を消していたことに気づき、地平鉄の上を歩く一と鈴らんの独白金の靴に、金の鈴新しい朝春をく風、オーロラ有機楽団よりの明星尺度を踊る、影の明滅オルゴール、白いピアノ青色と羊具材しだたみの、町桜ギターミネーションハビットプライドリミットブラック、オーバーオールノットアットオールハビット、フルートバージョンプライド、ギター&、 ストリングスカルテットバージョンディターミネーションストリングスピアノバージョンデスティネーションありがとうございます。